NGC6826 は白鳥座の惑星上星雲である。多くの星雲が同様の瞬き、現象を見せるが、この星雲は一般に瞬き星雲と呼ばれる。小さな望遠鏡で直接見ると、中央の恒星の明るさが目を圧倒し、周りの星雲の部分が隠される。しかし、逸らし目をすると周りの星雲もよく見えることから、 まばたきしていると言われる。この成分の際だった特徴は、高速低電離発光域として知られる両側の2つの明るい部分である。これは、比較的若く超音速で外側に向かって移動する領域である。ワシントン大学のブルース・ベイリックによると、観測上のいくつかの特徴は、中央の構成から外側に向けて、 非常に最近に流れ出てきた火花のようなものであることを示唆している。しかしその形からは、これらが安定なもので、構成からの物質の放出は、構成の表面からガスを擦り落としながらすでに通り過ぎたように見える。将来のハップルの観測で、フライヤーの位置をモニターをすることで、この問題を解決することができる。どちらの場合でも、フライヤーの形成は、 構成の進化のいかなるモデルでも簡単に説明できるものではない。ありがとうございます。